こんにちは、にじこです。カオリンさんから教えてもらったんですけども、風さんがね、海さんというシンガーの方にコメントを残した、インスタライブにね、コメントを残したって。 So grateful that you are here in Japan、ね、あなたが日本にいるなんて、なんて素敵なんでしょうって、素晴らしいっていう感じですかね。うん、で誰かが今の曲なんだって聞いたら、ソングタイトル Moonlight Room で答えたりしたそうなんですよ。で詳しくは桜子さんの動画を見ていただければ、海さん情報が満載ですということでいただいたんですね。でも皆さんももうご存知のことかと思うんですけど、私ちょっとね、夜今忙しいんですよどうでもいい私のことですけど、夜9時以降にいろんな、まあお仕事とかやってるんで、夜のお仕事、はい自宅でね。それでなかなかこう最近ちょっとあんまり見れてないんですけども、そうなんですよ。もうすっかり皆さんの中ではもう話題なことなのかもしれませんけど、私遅ればせながらその海さんのね、インスタライブを見せていただいたんですよ。うん、もう素晴らしい方がまた一人知ることができて、できたって感じで、本当にありがとうございます。で、マイアコースティックプラスメディテーションショーっていうね、そう、アコースティックとメディテーションのショーっていうことなんですよ。メディテーションですよね。それでまあね、そのこの海さんがね、私の思うメディテーションというのは自分の中の自分と会えること、すごく大事なこと、それができたらいいなみたいなことをおっしゃってたんですよ。もうまさに自分の中の自分と会うってこと、まあ、ハイヤーセルフと会うってことですよね。うん、まさにメディテーション、瞑想、そういうことのためにしますからね。うん、ですごく大事なことで、それができたらいいなって、もう本当にもうこの方も完全に分かってる方なんだなと思いましたね。うん、そしてサウンドボールっていうものをね使って、私たちは水でできてる、で音の波動でそのバイブレーションで体の中をマッサージするみたいな感じっておっしゃってて、これシンギングボールなんて言ったりもしますけど、こうボールをこう棒でねぐるぐるぐるってやると、ワン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 っていうね、私もそういうのを何度か受けたことありますけどね、こういうセラピーもありますけど、なんかすごく気持ちいいんですよね、その振動がね。うん、でそんなことをねいきなりやってね、そしてそれが今に戻るためって言ったんですよね。今に戻るため、つい私たちってほら未来を憂いたり過去を悔やんだりとかしちゃうじゃないですか。でそうするとハイヤーセルフの意識ともどんどん離れていくし、だからハイヤーセルフ、自分の中の自分と出会うためにも今に戻るということがとても大事ということをよく分かっていらっしゃいますね、海さんはね。でサウンドボールとともに呼吸をしましょうということで、breathe in breathe out みたいな感じで深呼吸を促してね、うん、そのショーが始まる前にですよ。そうで、今日のショーの間はみんなに幸せに自由に好きなように踊って歌ってエンジョイしてほしいなって、今よりハピネスを感じれたらいいななんておっしゃってくれてね。うん、もうなんかそのライブなんだけど、歌う前にこう一つのね、そのセラピーみたいな、なんかその呼吸をしたりとか、そのなんか本当セラピーですよね。うん、こういうところもなんか風さんと似てるなと思ったんですけど、本当に思いは同じな感じがしますよね。で風さんよりもより具体的にはっきりとそういったことを伝えている感じがしましたね。で海さんの声がまたとても気持ちがよくて、うん、なんか歌声とかもね、なんかちょっとこうなんていうのかな、ささやきボイスな感じなとことか、風さんと通ずるとこあるなと思ったりして聞いてたんですけど、うん、で
好きなこと嫌なことすごく自分に向き合ってるってね、私たちはね。で、隣の人に、そういきなりね、隣の人に感謝していることを聞いてみてとか振るわけですよ。で、あのお客さんがとかってなるんだけど、みんなわーってやりだすんですよね。隣の人に感謝していることをお互いに言うって、これワークショップですがなと思って、こういうワークショップありますよ、うん、こう自己啓発系のね、うん、私もそんなの行ったことありますけど、うん、本当になんかセラピーだなと思ってね、見てましたね。で、好きだからっていう歌がね、なんか、正しいとか正しくないとかね、気にしない、感じることが大事。例えば英語も日本語もって、その日本語がちょっと間違ってるよって言われたらしいんです。そう、海さんってお母様が日本人、ピアニストの日本人の方で、でお父様はドラマーでアメリカの方だったかな、うん、なのでハーフなんですけども、なんか日本語は話せるんだけどちょっとおかしいよとか言われたらしいんですね。でも、もうその正しいとか正しくないとかじゃなくて、感じることが大事っていう、もう真髄をおっしゃってましたね。まだ24歳ですよ、うん、ね、なんかね、すっごいね、こう包み込むようなオーラ、優しいオーラを感じましたね、海さんを見ていて、うん。で、宇多田ヒカルさんの歌の後には、隣の人にハグしてくださいって、一人の人は自分にって言いながら、海さんは客席に行ってハグをしたりしてたみたいでしたけどね。ねえ、もう自分を大事に、大切な人を慈しむみたいなことですよね、うん。そして食べる、引き寄せる、寝る、ハグする、すごい大事ってねえ、なんかびっくりしますよね。食べる、引き寄せる、寝る、ハグする、大事、うん。これは恋愛の歌を歌う時にそんなことをおっしゃってましたね、うん。で、悪いことがあってもいいことがあってもまたハピネスに戻れたら、それがヘルシーな恋愛ね。まあ、恋愛っていうのは、まあ、風さんは直接言ったり歌ったりはないけども、でもいいことも悪いこともね、そんなにこだわらずに、はい次はい次みたいなことにも通ずるかななんて思ったし、うん。で、そのギターの人が隣にいてね、その人も今日本語を勉強中ということで、その人の好きな日本語はこちらこそだそうで、 You're welcome ってことですね。もういいですね、もう、はい。そして、うん、あとね、人生何をしていいかわからない時に書いた曲っていうのもあるっておっしゃってて、これも風さんがいつももがいてるって、もがきながらね、書いたみたいな、そういうところにも通じるなと思ったんですけど。で、なんか蝶々を見てるとね、蝶々は自由で羨ましいなと思ったって。あ、なんかだからジェイクさんとのコラボのゴールデンアワーのあの蝶々ね、あれもなんかそんな自由に飛び立ってる、自由に飛んでるっていう、そういう意味もあったのかしらなんてね、そこもなんかシンクロしちゃうなと思ったんですけどね、勝手に、うん。で、そしてさらに海さんがね、辛かったこととか嫌なことを右手に握ってね、それを空に飛ばそうみたいなね、これもなんかそのネガティブなことを吐き出して、いいこと、いいものを吸ってというね、風さんの言葉にも通ずるものがあるなと思いましたね、うん。そして泣くことは大事、泣くための曲っていうのもあって、その時にね、毎日頑張ってくれてありがとうってさりげなく言ったんですよ、おっしゃったんですよ、海さんがね。で、これってまさにいてくれてありがとうにも通じません、風さんのね、本当にね、なんかそのマインドが同じだなと思ってね、すごくもう聞いてて、なんかうわー、本当にもうスピリットが同じだなと思いましたね、うん。で、ね、このプロフィールを見るとね、この海さん、アメリカのシアトル出身で、1999年の2月9日生まれの24歳、もう風さんは97年6月14日
まあ近いですよね、年齢も近い、うん、そしてこそ共通点がね10個あるなと思ったんですね、私海さんと風さんで年齢が近いってことと、あと海さんのお母様は日本人、お父様はアメリカ人で、ミドルネームが海 UMI で日本語の海から取ったということなんです、山水の海ね。で風さんのお姉様も海さんっておっしゃるじゃないですかね、そんなところもシンクロするなと思ったし、あとお母様ピアニスト、お父様ドラマと音楽一家ね、風さんも家族でゴスペル歌ったりしてたとかっていう、みんな皆さん音楽好きでね、であのお父様もミュージシャンを目指してたっていう、そういうところも共通してますよね。で海さんはピアノとかギターとかウクレレなんかも習得してるということで、それもね、風さんもピアノの他にサックスも吹くしみたいなとこもあるし、ギターもちょっとポロンポロンやりますしね、うん。それから海さん高校生の頃にもう YouTube にカバー動画をアップしてたっていうんですよ、毎週。これもね、風さんも YouTube にカバー曲アップしてた、同じじゃないですかね。でそれからそう2017年にリリースしたシングルがすごくね、その自身のアイデンティティを象徴するかのような多角的かつ思慮深いリリーシズムで人気を高めたっていう、こういうなんか歌詞にね、そのアイデンティティとかその思慮深いところ、リリーシズム、思慮深いリリーシズム、なんかその本当に嘘を偽りない自分の言いたいこと、訴えたいこと、思いを歌詞にっていうところも同じだなと思ったし、そして、影響を受けたのが、フランク・オーシャン、ディ・アンジェロ、エリカ・バドゥ、それからエイミー・ワインハウスとかね、影響を受けた。ここも風さんともうね、好きなアーティストと共通してますよね。そしてお母様の影響で日本のポップスやロック、ソウルとかも幼少期からいろいろな文化的背景があると、いろいろ耳にしてね、これももう雑多に聞いていた、もう演歌からポップスから何から聞いてたっていうね、風さんも同じですよね、うん。そして、デビューが2020年6月ということなんですけども、まあ、風さんは2021年の1月24日、まあ、近いですよね、うん。そんなところとかもね、すごい共通点がいっぱいあるなと思ったんですよ。でも何よりこのスピリチュアリティ、もう本当に同じだなと思ってね。うん、なんか、風さんね、そのコメントまでして、で日本にいてくれて嬉しいって、素晴らしいっていうふうにコメントまでしたということは、で曲のタイトルもすぐに出たっていうことは、相当海さんのファンでいらっしゃるんじゃないかなという感じですよね。なんかお二人がもしコラボとかしたら、なんかすごいことになりそうってちょっと思ったんですよね。なんかもう本当にセラピーですよね、ライブであってセラピー、うん。でもなんかもう風さんもそうだけど、ライブの中にその呼吸とか瞑想みたいな、うん、促すようなことを話したりとか、こう心を整えるようなことを話したりするじゃないですか。もうそういうスタイルがもうこれからどんどん出てくるんじゃないかっていう気がしますね。ライブの前にみんなで瞑想とかね、うん、なんかそのライブ終わった後すごいあったかい気持ちになって帰るみたいな、なんかあー楽しかっただけじゃないっていう感じ、うん。で本当にこの海さん見てたら24歳なんだけど、ものすごくなんか器の大きさと母性みたいなものとか感じて、ものすごいなんか包まれる感じがしたんですよね。本当に不思議な感じでした。すごく素敵な方ですね。でこの海さんが今年の8月に東京と大阪で開催されるサマーソニック、サマソニ2023への出演が決定したそうなんですよ。ねえ、また日本でもこうブレイクしそうですね。はい、いや本当になんか、うん、風さんといい海さんといい、本当に
なんかもうこの新しい時代の新しいアーティストの形っていうのをこう本当に先駆者として見せていってくれる人だなって気がしましたね。うん、そしてどちらも これから世界にねその発信していくことで、このスタイルを発信していくことで、なんか、うん、なんかその歌を楽しむももちろんなんだけど、そのなんていうのかな、スピリチュアリティ、自分を見つめ直すきっかけとか、なんかこの呼吸を通して本当の自分とつながる大切さを知るとか、なんかそういうことがねもうどんどん広まっていきそうな気がしてね、なんかゾワゾワドキドキワクワクみたいな感じになりましたね。でもすごいですよね、もう楽しみでしかないですね。うん、はい、ということで、あの海さん素敵なシーンがね知ることができて嬉しいです。はい、よかったら概要欄に貼ってあるんでインスタ見れますね、海さんの。もう本当にねすごい気持ちいいですよ、聞いていて。うん、はい、ということで風さんもねそろそろというかもうずっと準備されてたのかな。で上海のライブも追加になったし、もうさらにねどんな状態になってるんでしょうか。もう何せその一人ですからね、一人だからどうにでもなるという反面、一人だから全責任が風さんにあるわけで、まあそんな言い方あれですけど、だからなんかいやもう想像ができないんですよね、そのプレッシャーとかなんだろう、その重みっていうんですかね。うん、でももうきっといつもの風さんのようにもうねステージに立ったらアーティスト藤井風でねすごいものを見せてくれるには違いないっていうのはもう分かってますけども、なんかねもう本当に、まあ、見れないんですけどすごい楽しみですね。なんかどんな感じなんだろうって、その後のライブ行った方のアジアの人たちのリアクションも楽しみだし、うん、願わくばこれも見れるといいな、日本の人にも見れるといいなって、なんかの手段でってちょっと思ったりもします。はい、すいません。はい、ということでありがとうございました。ではまた。